はい、今回はですね、これ、生のムキエビで、美味しそうだったしね、はい。で、まあ、天ぷらが一番うまいでしょうね。たまにまあ、お好み焼きに入れる場合もありますけどね。何にしてもね、うまいのは間違いないですよ。はい。はい、これ、小麦粉。で、塩コショウに。はい、で、卵。はい、これだけです。はい、それではね、やっていきましょう。小エビ、むきエビの天ぷらです。ちょっと味付けに塩コショウ。はい、それではね、揚げていきましょう。天かす、揚げ玉も作りますので、まとめて入れます。ドバッと入れます。油の温度が下がるので少し強火にします。あっという間にできました。小エビの天ぷらです。はい、でちょっとね、塩コショウをかけましょう。ブラックペッパーを振りかけてもいいですよね。いただきましょう。熱々の小エビの天ぷらって、これはもううますぎますよね。間違いのない美味しさです。外はサクサクで、中はふわふわです。うまい、うまい。生のむきエビの小エビ、これね、350円ぐらいで売ってましたのでね。はい、さて、今回はね、これでいただきたいと思います。こだわり酒場レモンサワーと、おいたしレモンね、これ喉越しすっきりで、すごく爽やかなんですよ。じゃね。申し分ない。